はい。皆さん、こんにちは。ジョーです、えー。今日もですね、またインタビューシリーズやっていきたいと思うんですけども、えー、おなじみのスティーブさんに、えー、お越しいただきました、えー。スティーブさんはですね、現在 Web3 の投資家として活躍されておりまして、以前は皆さんもご存知の通り、えー、ブロックタワーキャピタルですね、えー、こちらでアジアの代表をされていました。えー、それまでは2017年から、えー、このブロックチェーン Web3 界隈の、えーま、投資家として活躍されているんですけれども、 まあ以前にもゴールドマンサックスですとか、そういった金融機関でですね、投資の仕事を従事されておりまして、投資家のまあ非常にプロフェッショナルなキャリアを歩んできたという方になります。今日はいろいろとお話しいただくんですけれども、前提としてファイナンシャルアドバイスではないですよと、スティーブさんの個人の意見として聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。スティーブさん、今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。 あよろししくお願いしますまずあの皆さん、明けましておめでとうございます、えーっと。今年いろいろチャレンジングなイヤーになるかもしれないんですけども、あの私の今日のシェアリングが少しでもあ皆さんの,この今年の,あの投資のところにあのいいインプットとしてあの入ったらいいなと思っています。でですね、あの早速始める前にです、ね、今日はあの大今起きているマーケットの話 よりはですね2022年を一回全部振り向いてみて、で、2023年に注目するものがあのどこにあるのかっていうところをちょっと話していきたいなと思います。で、まず、どういう感じで進めたいかというとですね、まずはあの全体的なピクチャーですね、オーバローアルなマーケット、クリプト市場やマクロの市場を一回振り向いてみてですね、その後からはビットコイン、で、イーサリウム、 あと、レイヤー1とレイヤー2の話。で、その後は、ステッブコインで。で、NFT、DeFi。あと、レギュレーション。 レギュレーション、規制ですね、規制の話。で、最後には2022年にあった投資のあどういうところにお金がどのくらい入ったかっていう話。で、それでその後はクローズしたいと思っています。なので、少し今日、あの映像が長くなるかもしれないんですけども、あのまあ、ジョーさんがあのあのやあの聞きやすく分けてくださると思うので、あの皆さんが自分が興味がある部分をこう探して聞いてもいいかなと思います。では、早速始めたいと思います。大体長さはですね、40分、45分。 ぐらいい予定をしていますそうですね、じゃあ,あの全体からいってみましょう。マクロですね、マクロは、あのクリプトじゃないマクロはですね、2022年はほぼああの大変でしたね。大変っていうのは、ジオポリティカルないろんなこのあの問題や異臭があって、あの大変なその商売だったんですけども、あ大きく分けて4つ、あのまあ、中央銀行がマニタリーポリシーをタイトニング、こうあのお金を吸い取っていくのが 一つ目で。その後はヨーロッパであったいろんなその戦争やコンフリクトで。3番目はそれに対するサプライチェーンがこうディストロップされてしまったこと。で4番目はあのコロナコビ、COVID のせいでの影響。この4つが多分2022年、グローバル・エコノミーをちょっと大変にさせたと。その結果、あのグローバル・ GDP は約3.2%上がりました。これは、ね、2021年の6%に比べてかなり少い。 水準であります。で、アメリカのインフレーションは、year over year で8.8%を記録していると。で、今、だんだん話はですね、まあ、インフレーションのリスクっていうよりは、リセッションリスク のと話がもっと進んでいると。まあ、インフレーションも起きてますからね。で、この後はリセッションが入ってくるのはそんなに驚きではないと。ただ、リセッションがどのくらい長く続くかのが2023年のポイントだと思っています。なので、あのまあ、今、よく見えているニュースとしては、いろんな会社の,のインプロイがあの コットされているこれはどっちかというと、このベアマーケッツのほぼ一番大きいイベントの中では最後ではないかなと。もちろん、リセッション自体がどのくらい長くいくか分からないんですけども、大体この会社の人が辞められるっていう、こういうところがあったこそ、そのね、家庭から使えるお金が少なくなり、で、コンシュムションがこう就職することによって、インフレーションがだんだん落ちていくとっていうことが今起きているんではないかなと思っています。で 人ごとでまとめると、やっぱり誘導性が一番重要なところになっていまして、2022年、誘導性がもういなくなってしまったマーケットに、いつ誘導性が戻ってくるかによって、マクロがあの方向性を決めるんではないかなというふうに思っています。では、クリプトの話をしてみましょう。クリプトもマクロとあんまり違わないですね。か,かなり大変なあの1年でした。ただ、あの違く言うと、 グレード・ウィセット、一回あ調整されたあ、大きく調整されたあの年としても見えるんではないですかね。で、2021年までにかなりそのスペキュレーションやハイプやいろんなこの、ね、あの価格が上がりつつあったことはですね、この今年本当にあの大きな規模で調整されてしまったと。ただ、これをロングタームで見た後は、まあ、皆様ご存じだ通りに、商場っていうのはただ一方通行のこの あのラインではいけないと。で、上がったら下がって、で、また上がったら下がってっていうことで、もちろん下がったこのデフスが今回大きかったんですけども、まあそういう意味で言うと、まあそんな驚きではないと。で、実際数字を見てみるとですね、あの、今年初め、あの全体のクリプトマーケットが2 trillion だったのがですね、800ビリオンドラスとして60%ぐらいあの縮まりました。メインのイベントは、そのインソーバンシーといって、まあ、破綻する会社たち、あとディレバージング、いろんなレベリジーがこうマーケットからウォッシュされてしまったことが原因で、マーケットの自信は、コンフィデンスはなくなっている状態であります。ただ、もともとの相場っていうのは、こういうことが起きちゃうと、 すでにこれってずっと続くんではないかっていうことを思うのが人間の心理なので、まあ、これがこのダウンサイクルがどのくらい、ね、こう続くかっていうのが、まあ、皆さんあの懸念していることではないかなと。で、2022年ですね、あの大きいイベントを何個かあのお伝えしますと、まず5月にあったテラのコラプス、テラがこうあの破壊されてしまったことですね。で、2番目は FTX がもう、あの、 破綻,あの破綻してしてまったことでそれによっていろんなセンチュラライズ、中央をされているクリプトの会社たちが共に一緒に破綻をしてしまう。 で、まあ、例としてはブロックファイルがあります。で、あとは GBTC といってあの、アメリカのその基幹投資家の、まあ、ビットコインに対するあのどのくらい好きなのかっていうのをありわ表す一つの数字ではあるんですけども、これが6月だ、マイナス34%まで落ちたものが、あの12月にマイナス50%まで落ちてしまったと。それはまあいろんな理由があるんですけどもちろん期間の あの機関がちょっと手を抜いているっていうのが一つ。2番目は彼らのスポットの ETF の件がまたリジェクトされてしまったこと。で、3番目は GBTC を持ってる DCG っていう会社がですね、ちょっと誘導性の問題を起こしていないかっていうのが、マーケットの相場のルマーとして、ちょっとこの GBTC が売られていると。 でもう一つ、2020年のことはですね、DeFi のあたりでヘッキングがすごく多かった、史、ま、上、あ、最大の,あのヘッキングの,人あの,あの年だったんですけども、その中で一番大きかったのは X、X インフィニティの600ミリオンぐらいがヘッキングされてしまったこと。で最後にはその オンレイドケッシュっていうクリプトの会社があるんですけども、彼らがやってることはクリプトミクシングサービスといって、皆さんがこう送るときに誰かが送ったことをこう見せないための真ん中でこうぐちゃぐちゃにして、まあ、いわゆる、あの、幾名性をこう、あの、保つサービスなんですけども、やっぱりこれをね、あの、悪利用する人はたくさんいますよね。それで、あの、今年何が起きたかというと、アメリカのトレジュリー、 アメリカの政府がそのトルネジージャー・キャッシュをセンクション、こうなんか禁止っていうんですかね、禁止をさせてしまいました。それとともにですね、あのお金がすごくその会社から抜いてしまったんですけども、まあ、このトルネジージャー・キャッシュっていうのが重要っていうよりは、あのポイントは、こういうふうにアメリカの政府がクリプトの会社をこう禁止させてしまうことができるっていうことが、まあ、この規制、クリプト規制の動きをこうちょっと表している部分として、注目する部分ではあると思います。 で、ここまで2022年の話をしてみました。2023年はですね、大きい目で見ると、あの、投資のよく言うタームで言うと、アキュミレーションの、あの、年っていうんですけども、まあ、u キュ l レーションっていうのは、まあ、マーケットがこう、縮まって、価格がめっちゃ下がって、あとても下がって、今、横ばいの帳場になっているときに、まあ、この投資をロングタームで見てる人は、だんだんその安い値段で物をこう投資をして集める。 1>, まあ1年になるんではないかなという話をしています。ただ、先ほど申し上げたとおり、誘導性が戻る前には、クリプトも同じでですね、ただ、クリプトのこの会社がいいよ、このことがあったから、このエリアがいいよっていう、このクリプトエッセススペシフィックなキャタリストそ、のそのマーケットムーバー、イベントドリブンなそのマーケットエクションはちょっと起こり、 えー、にくいんではないかなと。全体の誘導性が回復するまでですね。ただ、皆さんあ、あの、もし私、あの、皆さんがここに投資をしないと、クリプトに投資をしないとダメってなったときは、じゃあどこに投資するかっていうと、今みたいな、あの、ちょっと大変なマーケットではやっぱり、まあ当たり前の話ですけども、クオリティが高い名前。 それかトークノミクスがもうちょっとサステイナブル、安定しているトークノミクスを持っている会社。で3番目は、イコシステムが成熟しているところ。で4番目は、その中でも誘導性が少し高いアセット。この4つに、やっぱりあのお金が集まるのではないかなと思っています。で他にはですね、2023年あの、イーサリウムのナレーティブ、イーサリウムに対する話がだん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 上がっていって、 ている状態であります。これは後,後でイーサーの話をするときにしてみましょう。 で、あとはですね、その FTX がかなり大きい事件だったんですけども、そこで意味するものは何かというと、やっぱりセンチュラライズ、その,あのクリプトのディセンチュラライズではなく、センチュラライズされてるあのクリプトの会社たちがたくさん破,産し破綻してしまいました。で、こういう時に、やっぱり皆さんの目は、じゃあ、やっぱりこの、こういう中央な取引所は信頼できないんではないかなと。じゃあ、もうちょっとディセンチュラライズ、ディファイ。 Decentral Exchange. だから d i の取引場に行くんではないかなと。っていうふうに皆さん考え始めてですね。だんだん D5 がですね、2021年あんまり人気がなかったんですけども、2年も。2023年にはまた新しく、こういう事件のせいで逆に人気があっていくんではないかなというのが2023年で見えることではないかなと。じゃあ、ここからはまた BTC の話をしてみましょう。 えー、ビットコインはですね、あの、今年初め44万7000ってものが1万7000まで落ちて、約65%落ちました。ただ65%数値ひどいんですが、他のアートコインに比べてはかなり強めを出していると。他のアートコイン80,90,95%、98%まで落ちているアートコインがほぼな中ですね。このぐらいはある意味、この resilience、あの、 こう耐えるる力を見せていいアセットではないかなかとただ、2017年の,あのサイクルの範囲のところですね、高値を実はあの割れてしまったので、それはちょっとやっぱり良くないあのタート的な分析であります。ただ、トレードさんたちが一番今注目しているのはですね、あのビットコインのボラティリティが今もう5年、10年の間で一番低いところを示しています。 ボルティリティというのは、いつも下がる、下に行くわけにもいかず、一番高いわけでもいつもオップンダウンがあるので、こういうすごいローなそのボルティリティの中、トレードさんが狙っているところがあるんではないでしょうか。あとはですね、金利が上がっています。ということは、 皆さんをわくわくさせたいわゆる Twitter や Tesla がですね、ビットコインを彼らのバランスシートに入れるっていう行動が2022年、2021年たくさんあったんですけども、それはかなり難しいんではないかなと。その時彼らはインフレーションヘッジとして入れてたものなんですが、もう金利が上がっているので、そのナレティブはもう成立しない。ただ、ディベロップ・カンチュリーみたいなところはですね、あのまだまだ BTC を国の,その通貨として入れる可能性は高いかと思っています。 1あの一つの,あのチャートをここでシェアしますとです、ねあの、マーケットサイクルが2013年から見たときに、ね、大体4年で1回ずつこうサイクルがリピートする感じを見ていてです、ね、今、私たちはその3番目の下の部分を占めているので、まあいつ、どのくらいこれが長くいくか分からないんですけども、まあ、この3番目のサイクルの終わりを今、示している感じであります。あのビットコインをです、ね、あのもっとあの数字的にトレードしたい人たち。 はよくビットココインをです、ね、コモディティテととして扱うことがありますなぜかとマイナーがいますからね。ということはあの、コモディティのアセットっていうのは一番重要なのは、プロダクションコストがその価格をあの実はディサイドすることになっていますよね。でなので、ビットコインを分析するときにあの、まあ、よくあのトレジショナルに使われる Pure Multiple とか、あと Hash Ribbon とか、あと MBRB っていうその辞表がよく使われるんですけども、ここで私がシェアしたいのは MBRB っていう数字です。 これはですね、マーケットキャップをあの、リアライズマーケットキャップに割った数字であります。で、何を意味しているかというと、ビットコインのオンチェイントランスファーの、まあ、コストを示していると。で、まあ、それが何かというと、 これが1より上がってたらそのコストよりマーケットのビットコインの価格がオーバーオーバーバリューで1より少なかったらそのマーケットあのコストよりアンダーバリューっていうことを示しているんですけども今 NBRB の数字が10年の間一番低い水準を3回あった一番低い水準を示していることは少しはあのまあ、買ってもいいとこかなっていうのが見せてるとこではありますまあ、ただこれはあくまでもこういうチャート だけですねじゃあビットコインの話ここまでにしてですねイーサリウムの話をしてみましょう、えー、イーサリウム先ほど申し上げたとおりに2023年とても人気がある可能性が高いアセットですと何でかというとですね2021年はあのイーサじゃないあのレアワンたちが一番あのアセットのパフォーマンスが良かった1年であります例としてはポリゴン、アバランチェ、ソラナ、テラを含めたレアワンたちが 一番あのお金を稼いででくれたアセットであります2022年は、ですねただ全体のマーケットが落ちるとともに、まあ、あのレイヤーワンたちも一緒にたくさん落ちてしまいました。もちろんその中では結構強みを出しているところはあるんですけども、全体的に落ちましたと。 でこういう時に6月にですね、イーサリ r ムの一番、One of the Biggest あのテクニカルのオップグレードがありました。それは Marge っていうそのオップグレードなんですけども、あのイーサリ u ムってずっとね、あのインプルーブしていくあのテクノロジーなんですが、過去10年を 含めてです、ね、何十個のップレードの中で、このマージっていうのは本当にもうタップ3ぐらいに入るとても大きいップレードを成功的に終わりましたと。ただ、マクロがあまりも良くなかったので、あの実はそのマージが発表あの成功する直前まで価格が上場をかなりしたんですけども、まあよ、よく言う、セルドニュースが起きてしまい、価格はかなり売られてしまいました。 で、こういう時にですね、2023年どうなるかというと、もしこのイーサリウムのこのマルージっていう、ここから説明しますけども、とても大きい意味があるものなんですがあの、あんまりマーケットには反映されてない。その理由がただマクロの理由だったとしたら、2023年もしマクロの雲が少しでもなくなった場合は、このバリューが 反映されるチャンスが来るかもしれないということが理由付けになっています。ではマージがよくわからない方たちのために簡単に説明しますと、マージはですね、あの9月にあったオップグレードなんですけども、3つに分けてあの一つ目、あの POW っていうマカメカニズムがですね、POS っていうものに。 変わりました何かというとですね、今まではイタリウムはビットコインみたいにあのマイナーがコンピューターの GPU を使ってマイニングをしてトランザクションをアプルーブしてました。ただこれが POWS、POS に変わるとともにマイナーいらない、GPU いらない。で何かというと、ステーカーがこのネットワークを刺さることに変わりました。で、2番目はですね、この POS になったおかげで、 あのエナジーがセービングされる量が99%エナジーがセーブされると、皆さん投資家の中で ESC よく見てらっしゃると思うんですけども、このおかげで、ですね機関投資家のそのいろんな項目の一つ、ESC 守ってるかっていうところにチェックバックスが入れるんではないかなと。で、3番目、一番重要ですけども、結局、この私が今説明した理由として、価格に直接あの関係するところはですね、イーサリウムがマーケットに出る量が、 かなり減ってしまってですね、もともとはですね、このアセットはインフレーショナリーアセットでした。ということは、だんだんこのものが増えていくんですね。ただ、このオプレードの後からはですね、2%ぐらいのディフレーショナリーアセットに変わりました。ということは、スケールになっているアセットっていうことで、まあ、存在の価値が高まる。で、2番目は、ステーキングができるようになって5%ぐらいのステーキングリトーンをもらえると。 でここを少し説明をもっとしますと、ビットコインの場合は100%のそのプロトコルのフィーをですね、マイナーに払っています。ただ、イーサリウムはですね、イーサはここから何が起きるかというと、100%のフィーをマイナーではなくてですね、このイーサリウムを買い取るところに使われることになります。店頭の言葉で言うと、スタックバイベックができることになります。で、2番目はですね、あのそのベリデーターにリワードを上げるのに使われます。 店頭の言葉で言うと、イビロンドになります。ってことは、初めてイーサリウムがです、ね、店頭のバリュエーションテクニックを使えるアセットとして生まれ変わる。 今変わったんですね。ってことは、基幹投資家の中で、この夢やビジョンみたいなとこはわからないけど、この数字で何かしら評価できる方法を欲しいって言ってる人が多いんですね、クリプトアセットを評価するときに。で、イーサリアムはですね、初めてこのキャッシュフラウーっていうのがあって、スタック・バイベックがあって、ビビビドンドがあるみたいになったので、まあ、基幹投資家より あのこの,あのアセットを評価しやすくなっていくんではないかなというのがいい点であります。ただ、2022年あったみたいにですね、マクロがあまりにもあの悪いとですね、えー、こういうスペシフィックでいいことがあっても、イーサリウムの価格にそんなに直接反映されない可能性も高いというのは知っておくべきではないかなと。 でイーサリアムがです、ね、ロードマップ何個かあるんですけども、その中で一つだけシェアしますと、一番あの近めであるのが20、2023年ファーストコーあの3月、4月ぐらいにあるのが、上海フォークっていうのがあるんですけども、これまたオックレードなんですね。でこのオックレードが意味しているのが結構重要で,です、ね、今、イーサリアムがステークされてるのってウィドルあのこう、出せないようになってるんですね。 で今、ここにもステークされてずっとそこにラッキングされてるんですけども、この社外フォークがあった瞬間から人はそのステークしたイーサーをそこから出せることになります。自分に持ってこれることができます。じゃあ、これは2つを意味するんですけども、1個,1個は今、大量の量イーサーがここにあのビッコンチェーンっていうところに、イーサーのビッコンチェーンにラッキングされてるんですけども、これを全部じゃあ持ってきました。じゃあ私、何しますか ?2 つのチョイスがありますね。ただ持ってるか、売るか。 じゃあ、売る可能性もなくはない。ってことであの、セーリングが発生する可能性があるのはマイナス。ただ、プラスとしてはですね、今までステーキングをすると、自分が勝手に取れないから、自分のキャピタルがそこにラッキンされるリスクがありますよね。ただ、このオップグレードともに私はこの このイーサーをいつでも自分が好きな時にオンロックして、ロックして、オンロックすることができるっていうことができるっていうのは、今までステーキングがそういうキャピタルリスクを考えた人がしなかった人たちが、ステーキングをもっとするかもしれないっていうことはプラスであります。もう一つ最後のイタリウムのポイントとしてはですね、ビットコインとよくあの、カンペアする人が多い、多いんですけども、まあ、マージっていうコップグレードはですね、マクロによって力を出せなかった。 で、今、イーサリウムのマーケットキャップはですね、ビットコインの45%しかないと。皆さんよく考えてみると、ビットコインよりイーサリウムの方がもっと使われてますよね。で、ユースケーシスも多い、レビューニューも高い、で、ディベロートもたくさんある、コミュニティも強い。 で、今、あの、2000個ぐらいのライブのアプリケーションがあって、4000人ぐらいのデブがいます。イーサリウムはですね。なんでビットコインの45%しかマーケットキャップがないのっていうのは、いつも疑問視しているとこではないかなと。で、だからこういうふうに数字で、あの、カンペアして、このファンディメンタルで、なんか、オフサイドがあるんではないかなっていうトレーダーさんたちもすごく多いです。 じゃあ、イーサリムの話を終わらせてですね、あのレイヤー1とレイヤー2の話、レイヤー2はスケーリングの話になります。で、まずトップのレイヤー1、2を全部合わせるとですね、全体の,そのクリプトの TBL、どのくらいベリューがかかっているかっていうのの90%がこの10個のレイヤー1の2に入ってます。かなり中色、まあ、さあの、センチュラされてますね。 で、e s a r ムの場合が57%。あと、Adder Top 10が34%。で、これはですね、2021年からあんまり変わってはいません。 唯一変わったその動きとしてはですね、ソラナとアバランチェの,の TBL がですね、ポリゴンとアルビトランプとオプティミズムにちょっと入ってきている傾向が見えています。まあ、いい意味として捉えるとですね、皆さん、だん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 そのスケーリングやスピードやフィーをもっと安く、早く、やもっとっていう健康的なその開発の動きを示しているんではないかなと。まあ、アルビトランプとオプティミズムっていうのはスケーリングのソリューションなんですね。 じゃあ、レイヤー1の話をしてみましょう。レイヤー1はですね、私が見た限りかなりあのセチュレート、かなりあのもうたくさんいます。だから結構ね、コンペリティブなマーケットなんですね。で、将来は皆さん、ブラウザーみたい、使ってるブラウザーみたいに、私はブレイブを使ってるんですけども、まあ、Chrome や Safari やもう何個ないじゃないですか。まあ、そういう世界がいずれは来ると思いますね。まだ大丈夫ですけど、ただ、 あの今年は新しいレイヤー1かなんかをするには、私はちょっと大変ではないかなと。もうかなりこのトップ10があの自分のお尻をちゃんとつけている感じなので、まあ、新しいのがまたここから出てきて、そこを入っていくのは難しいんではないかなと。ただ、アプトと推移ぐらいはちょっと、まあ、可能性はあるっていうふうに私は入れておきたいです。レイヤー1で一番今すごく注目されているのはですね、実はこのレイヤー1のベーシックではなくて、アプリケーションチェーンっていう話がたくさん。 出ていますこれは何かというと、今までレイヤー1っていうのはゲーミングも作れて、DeFi もできて、ペイメントもできてっていう1つのレイヤー1が何でもかんでもサーブするようになっているんですけども、やっぱりそうなると、1つずつやろうとしているものはかなり違うのに、DeFi の人はお金のセキュリティが一番重要。ただ、ゲームの人はそのゲームが早いか、 どうかが重要っていうふうに、そのアプリケーションが要求する、レイヤー1に対して要求するのは実は全部違うんですね。なので、今回、あの皆さんがこのクリプトの業界でみんな話しているのは、ちょっとカスタマイズするレイヤー1。だゲームだったらゲーム用のレイヤー1。DeFi だったら DeFi 用のレイヤー1。 があるのがもっと効率が高いのではないかなっていう話が出ています。でそこを狙っているのがですね、コスモスとアバランチェのサップネッツっていうのと、ポリゴンのスーパーネッツっていうもの、あとポカドクトのペラチェーン、こういうのがですね、まさしくそのちょっとはコスタマイズしたレアヤワンをその会社のプロジェクトに提供することを今みんな話しています。 レイヤー2の話をしますとですね、まあ、オプティミスティック・ロール・オブ・ザ・ ZK ・ロール・アップ,プライベシー・フォーカス3つに分けて話すことができます。まあ、今、一番、まあ、使われているのはですね、オプティミスティック・ロール・ップですね。アルビービトラムとオプティミ s ム、DYDX という会社が3つの今、リーディングの会社であります。で、ここで注目するのは、今、オプティミ s ムが多分、あの、もっとでかいんですけども、まあ、いろんな意味でアルビービトラムが少しマシだっていう話がちょっと出ています。そのフィーとか、あの、ユーザーエクスペリエンスとか、 まあ、いろがですでもっといくとです、ね、トレーダーの観点で一番注目したいのはです、ね、オプティミズムが実は最初にランチした去年、実はトークンをエアドロップしてあげました。それでコミュニティがすごく集まったんですけども、結構オプティミズムのトークンっていうのは、今年の他のトークンと比べてあの成績が悪くはないんですね。あ下がったあのあのこのデスが少ない。 で、これ何を言いたいかというと、RBTRUM っていうのはまだトークンを出してないんですけども、トークンを出す予定です。だからみんなここに注目している。で、2番目、ZK ロールップの場合はですね、ポリゴンとスクロール、ZK シンク、スタークネット、この4社が今リーディングを走っているんですけども、この中でもスタークネットがトークンドロップを予定しているのを皆さん注目しています。で、最後、プライバシーをフォーカスしたレイアウト2はですね、アズテックとポリゴンのナイフォーっていうのがあります。 で次、ステーブコインの話をしてみましょう。ステーブコインはですね、結構今年は重要になってくるんではないかなと。今ですね、ビットコインとイーサ,ークイーサリウムとステーブコイン、この3つを合わせるとですね、クリプト全体の80%のマーケットを示していますで。その中でステーブコインはですね、USDT、USDC、あと BUSD っていう3つのステーブコインが50%、30%、15%を示しています。 あるリポートは、こういう3社のことを、あの、三国志として呼んでいるぐらい、この3つの動きがかなり注目されているところであります。今、ステーブコインはですね、全体的に140ビリオンぐらいがソーキュレーションに回っていて、約トータルマーケッティップの20%を示している。この20っていう数字を注目したいんですけども、2021年の初めは実はこれがで4%だったんですね。4%が20%ありましたと。これは何を意味しているかっていうのを2つ分けて話すことができるんですけども、 まず1つ目は、こういう2022年マーケットが売られたときに、この多分お金がクリプトから出てないんではないかなと。ステーブルコインに変わったけど、そのシステムからは抜かれていないっていうのは、パジティブに考えると、まだクリプトの人は、ステーブルには変えたけど、クリプトには残っているっていうのが1つ目。 で、2番目は、たくさんこれって、まあ、いわゆるドライパウダーですね。キャッシュとして持ってるわけなので、横で今待ってるわけなんですね。だから、マーケットがまたこうあの回復したときは、このステーブコインの動きが、マーケットの上場にかなり影響するんではないかなっていうのを注目する部分があります。ただ、US あの、そのステーブコインでですね、一番皆さんがあの注目してみないとダメなのは、このステーブコインが何の担保をして、 確保されているかっていうのがすごく重要なポイントになっています。これはこのチャート、次のチャートを見れば分かると思います。でですね、あのビットコインがですね、今、だんだんこの通貨として働くことは不可能ですと。ただ、ステーブコインがよく見ると、多分クリプトのこのアドプション、クリプトがこの皆さんの一般生活に使われることには実は一番近いところにいるんではないかなと。でクリプトとクリプトじゃない世界をつなぐのは結局ステーブコインなので、ここの 意味でいろんな可能性や注目する部分はあるかなと思います。まあ、コモーシャルだったとしたら、あのマーチェン・ペイメント、あの皆さんの店で働く、あの使えるとか、国と国とのシステム、クロスボードのレミッテンス。2番目は、今、DeFi がですね、こういうふうにステーブルが一番重要だっていうのが分かっているわけなんですね。だから、いろんな DeFi のプロジェクトが自分のステーブルコインを発行し始めています。これが多分新しいトレンドになると思うんですけども、では代表的にはアベの GHO っていうステーブルコインが今年多分出る予定になっています。あとは、先ほど申し上げたとき、一番私たちと密接している部分であるので、まあ、規制が一番かかりやすいところでもあるのは皆さん注目です。じゃあ NFT の話をしてみましょう。NFT はですね、まずあの、今年の投資、クリプトの投資の中で一番大きく投資された分野であります。NFT ゲーミングだけでですね、2022年約8.3ビリオン。 が投資をされています私が NFT を見る目線っていうのは大体二つに分けるんですけどもまああのユーティリティとトレーディングとして私は分けるんですねでなぜかというとユーティリティっていうのは、まあ、NFT 皆さんよくどう,どういう NFT を見てるか分からないんですけど今のところアートと PFP ぐらいしか あんまりないと。だから、これ以上に NFT って何ができるのっていうところで、いろんな会社が今いろんな開発をしている。例えばですね、ゲーミングもそうですけども、IP やメディア、エンターテイメント、あとトークナーゼーション、あと金融化などなどなど,など、いろんなところで NFT を使って新しいことをやろうとしています。で、これが多分今年いろいろアプリケーションとして現れるでしょう。 で、ユーティリティの次は、ね、トレーディングっていう意味でちょっと違く見るべきなんですけども、NFT のトレーディングっていう意味で言うと、2つあって、1つは今、誘導性がかなり問題になっていると。ここのボードエープの価格はこっちの価格と違う。ここのボリュームはあって、ここはボリュームがない。だから今、すごく誘導性があのフラグメントィテこう分かれていて、まだこの自然に流れるこの誘導性が作られていないっていうのが問題になっています。ただ、そこそこはあのそれを開発し,開発しあの、解決しようとしているプロジェクト、たくさん出ています。 出てきてですね。代表的にはユニスワップがもう NFT のマーケットプレイスのアグリゲートを始めました。まあ、これはコロコの一環です。あとはですね、あのまあ、皆さんボールドエイプとかね自慢してる人よく見ると思うんですけども、自分もねあの少しは欲しいけどかなり高くて。 買えないとでこういう人のために作れるものは NFT のディリバティブですよね。NFT のディリバティブがあれば、私がサルを1本全部買えることはできないけども、サルの一部をそういうことはできるかもしれないし、まあ、それを利用してトレーディングをして価格の上昇にベッドもできると。だから NFT のパーペチュアスワップを作ろうとしている人もたくさんいます。それで一般の人がブルーチップの NFT を参加できるようにすると。 で、トレーディング関係でマーケットプレイスっていう話をちょっとしたいんですけども、今のところ、オープンシーがまだドミノットプレイヤーでありますね。ただ、今、マーケットプレイスで一番ホットなディベートが一個あります。それは何かというと、あの、NFT っていうのはそもそも作った人が、そのね、最初の作った人がですね、その後自分の作品がいろんなとこで売られて、買られたときに、ロイヤリティをもらうっていうところが、その NFT の強みだと思うんですね。 で中央の会社が全部持っていくのではなくて。ただ、残念ながら、そのロイヤリティプログラムはですね今、プロジェクトレベルには実は反映されてなくて、会社レベル、オープン C とかのレベルで反映されている。これは何を意味しているかというと、この NFT がこのオープン C から出ていって、他のところで使われると、実はその最初 NFT を作った人はロイヤリティをもらえないかもしれないというのが今、問題になっています。 でそこを狙う人たちはですね、トレーダーさんたちのためにマーケットプレイスを作っている人たちですね。だってトレードをした人は、いちいちロイヤリティ払いたくないと。なので、今出来上がった会社の中では、The Blur とか l o o k s w a r と X2Y2SudoSwap みたいなところはですね、手数料がこのチャートで見るとほぼ0%に近いと。で、こうするとですね、まあ、トレーダーさんは喜ぶ。ただクレイトさんは嫌がる。 で、オープンシーがやったことはですね、いろんな NFT をブレックリストしてしまいました。で、そうするとですね、あの、まあ、ここ、このアクション自体が正しいかっていうのはまた疑問視できるところでありますね。この Web3 フリーで何でもできるのがブレックリストなんかしてできないようにはこれは正しいのかっていうのは皆さん疑問視できるところであります。ただ、まあ、オープンシーが影響力が強いので、ま l、あ、ールみたいな先ほどのところは自分たちのトークンのシステムを変えて、まあ、少しは あのそのロイヤリティを払えるように。もっと詳しくいくと、ブロアの場合は、あのトレーダーさんにあのもっとボランティアにロイヤリティを払ったトレーダーには、そのトレードするときのリワードをもっと上げるっていう形の仕組みを作っています。NFT、あとコミュニティの話をしてみましょう。あのマーケットは落ちましたけども、まあ、私あの、ボールドェップ持ってはいないんですが、ボールドェップの,あのゲドリングに、ああこの前あの、ニューヨークで行ったことがあるんですが、 まだユー u スそのボードウェブを作った u レプスはです、ね、あの10万人のコミュニティがあると。であとは、皆さんご存知のドッジコイン。ドッジコインの,あのマーケットケープがまだユニスヨっプよりでかいと。これはどう見てもこのあの数字では説明できない、まあ、理性では説明できない、今、クリプトのコミュニティがどのくらい重要かっていうのを表しているのではないかなと。 でですね次に話す NFT のポイントは、ですね多分 NFT の中で私が一番注目しているところでありますが、いわゆるコンューマープロダクトに NFT が入ってきてるっていう話です。で皆さんが多分一番ニュースとヘッドラインで見ている話でけんあの関係すると思うんですけれども、まあ、Web2 の会社。 あ,のあと、あのブランド、ファッション、いろんなブランドたちがですね、この NFT を使って何かをしているっていう記事は皆さんもご存知だと思っています。で、まずですね、じゃあ、彼らはなんでそういうことをするかというと、まあ、3つに分けて話すんですけど、1つ目はマーケティングを新しくする、まあ、新しいマーケティングのやり方。2番目は、その新しいオンボーディングの経験。 でそのもののもに入るとこの経験が新しいで3番目はそのフィジカルの皆さんが持っているそのブランドの商品をオンラインで証明してあげるこいうこの3つの理由でこの皆さん入っているのではないかなと思っています。具体的な例で申し上げますとあの3つに分けるんですけれども,これも、まあ、ピュアに Web3 のやり方でやっているブランド、あと Web2 か Web3 の真ん中で2.5でやっているブランド。 あとは Web 2.0って言って、ほぼそのままだけど、フィーチャーだけ Web3 を入れているとこ。じゃあ最初にね、ピュア Web3 の話をしますと、まず一つ目はアメリカでとても大きいソーシャルメディアプラットフォームである Redit っていうところはですね、アバターの NFT を出したんですけども、出した瞬間、今4ミリオンのユニークなホルダーさんたちがいて、11ミリオンのセカンダリーマーケットレニューをあの出せました。 えっと、2番目は、クリスティ。皆さんご存知、ソドビーとクリスティのクリスティはですね、自分たちの NFT アートマーケットプレイスを出しました。 これは Web3 の例ですね。Web2.5 の例はですね、皆さんご存知なティファニー、宝石で有名なティファニーはですね、クリプトパンクっていう NFT のホルダーさんたちにあの250個ぐらいの NFT のパスを作ってリディームできるようにしてですね、それをリディームしたホルダーさんたちはティファニー y の p u n のあのチームで作られたティファニーのジュアリーを買えることができたと。 っていうのをやってますし、あの皆さんよくご存知なナイキはですね、実はこの Web3 の会社、Web2 の会社、この次のチャートみたいにたくさん入ってきたんですけども、その中でナイキがお金は一番儲けました、Web3 で。で、このナイキの場合はですね、あのデジタルで Airforce One とかを出して、それを買ったらフィジカルのシューズももらえるっていうことができることをやっています。 あと、3番目の例として Web 2.1っていうのはですね、例えばスターバックス、アメリカではスタートしたんですけども、先週から。 あのポリゴンっていうクリプトの会社と協力して、私がスターバックスを飲んで、あのリワードポイントをもらって、それを NFT 化にして、それを貯めると、なんか NFT をもらうっていうエブダの中で起きれるあのシステムを作ったりですね。バスケットボールのチームであるニューヨーク・ニックスっていうチームは、そう彼らの NFT を持っている人には、スペシャルイベントに入れることをしてあげたり、まあ、選手を会えることにしたりっていうことをやっています。 で次はですね、NFT でゲーミングの話をしましょう。N、あゲーミングはですね、あの一言で予約すると、2021年に XJ インフィニティっていうゲームが爆発しました。でトークンが爆発して、お金がたくさん儲けて。そしたら全部ゲーミングの会社を作るとかっていう会社がもう100個、1000個現れました。で、それでバブルがボロボロボロって作られて、で、結局ゲームは楽しくないって分かって、そのバブルが 破綻してしててまったったいうののが今の時点で、ありますでここでみんな習ったのは、そのプレイトゥアーンっていう、まあ、あのトレンドなやつがですね、実はそんなにサステイナブルではないっていうのが、皆さんの,あの指摘であってですね、それを直そうと皆さん今頑張って直してるんですけども。ただ あのこういうサイクルがあったおかげで、あのメインストリームのゲーム会社、ゲーミングステデあオ、メディア、エンターテイメントコンパニーがここの NFT に興味を持ち始めたっていうのは否定できません。 でそれもだんだんん強くなっているところでありますでその話をちょっとしてみるとですね、去年、Apple がです、ね、App Tracking Transparency っていう ATT Policy っていうのを出したんですけどもあの、彼らが出したこのポリシーのせいで、よりゲームを作った人はですね、あのユーザーをあの取れるコストが高まってしまったと。 で、p ップルにもっとお金を払わないとダメだと。ということであの、実はそのゲーム会社たちがだんだんこの,の Web3 の機会を見始めたっていうのが一つあります。で、私がです、ね、あ,のありがたくそういろんなゲーム会社さんたちと話す機会があって、もちろん日本のやつもそうですけども、あのちょっと結構会社によってこの Web3 のゲーミングのストレージが違うってことを私はちょっとあのあの感じたんですね。まずあの 地域だけで言うとあの、ウェスタンのゲーム会社、ゲームはどうなっているかというと、あすごく有名なあの Riot Games、Activision、EA、Epic Games っていう、ここであの長い間働いた人たちが実際会社を辞めて Web3 のゲーム、Web2.5 のゲームを直接作っているのが、海外、まああの、アジアの外の今トレンドであります。 ただ、アジアの場合はちょっと違くてですね、その大きい会社さんたちがその中で部署を作って何かをしようとしている動きが見えていると。もっと具体的に言うと、 ファイナルファンタジーで有名なスクーエニックスの場合は、去年 NFT を出して、来年多分その NFT を使ったゲームを今開発中である。でグリーさんの場合は、えっとアバランチェと Layer1 の,のラバランチェとコラボして、去年の初めに RPG ゲームを出すとで。バンダイナムコさんの場合はまあ IP をたくさん持っていらっしゃるので、それを利用して何かをするんではないかなというふうに私は個人的に思っていますし、あのミ i シ i さんみたいなところは多分ソーシャルゲームを狙うんではないかなと。あと生活 さんみたいな人はあの実際作るのはまだちょっと早いけどまず投資をたくさんしようとで特産た,たくさん投資をしている感じであります。あと韓国のネクスンやいろんな会社たちもですね彼ら自分だけのなんかあのストレ,レージを作ってかなり積極的に今入ろうとしています。 で、ここでじゃあ質問ができるのがですね、じゃあクリプトネイティブな人たちが作ったクリプトゲームが楽しい、もっと爆発するべきなのか、そういうトレディショナルゲームの人たちが作った Web3 がいいのか、どっちが先にあの爆発してくれるのかっていうのは、いろんな疑問を、あ皆さん質問をしています。 えっとですね、Web3 だけをやると、かなりクリエイティブなそのゲームを作られると思うんですよね。例えば、オンチェインだけのゲームとか、YGG とか x セインフィニティみたいな、そのクリエイティブなことが起きるというの意味があると。ただ、面白く一般人がプレイできるゲームはどっちかというと、またそのトレディショナルゲームの人たちが作った方が可能性は高いんじゃないかと。ただ、ここで一つ注目するのは、何をどういうふうに作っても、やっぱりゲームの人たちはゲームの作るための あー一番この必要なものを提供してるくれるレイアー1を探しているんですね。スピード優先とか、この NFT ミンティング優先とか、セキュリティはちょっと落ちてもいいとか、そちょっとはセンチュライズしてもいいとかっていうことで、先ほど申し上げた、そのポリゴンのスーパーネットやアバランチェのサップネットがこの、その会社だけが使えるチェーンをコストマイズして作ることによって、センチュラライズはちょっとしてしまいますけども、ユーザーとしては そう、何も問題ない。ゲームさえ面白ければっていうことで、そういうところの,あの開発が進んでいます、まあ。NFT のゲーミングの話はここですけど、先ほど申し上げたオンチェインゲームがですね、実はシリコンベリーの方では一番すごい人気であります。あの、オンチェインゲームっていうのは、全部がオンチェインで起きること。 で、アジアのゲームはほぼハーフハーフでオンチェーンとオフチェーンを交じ,交じ,交じしてるんですけども、まあ、シリコンベリーっていうのはどっちかっていうとすごく前向きディンキングなも開発を優先するので、まあ、レイアウト2がスケルティビリティをこう確保してくれて、インフラが整ってるから、もうゲームを全部オンチェーンでも昔はできなかったけどできるんではないかなというふうに思っていて、シリコンベリーのクリプトファンドはそこを狙っています。じゃあ NFT そこまでにして d i の話をしてみましょう。えー、d i はですね、 あのにあのよく TBL で規模をあの示すんですけどもあの、どのくらいお金が入っているかで。それがです、ね、2020年の1月600ミリオン、それがです、ね、2021年の12月には180ビリオン、で2022年のディセンバー、あのレあの先月はです、ね、50ビリオンと。だから2020年に比べるとまだ10倍、あ10倍って100倍、えーで。ただ、去年に比べると3分の1になってしまいました。 DeFi で一番重要なのはその FTX を含めたいろんなその DeFi 関係の会社の破綻なんですけども、いわゆる CFi っていうのは Centralized Finance って言って FTX や BlockFi の破綻。あと CDFi って呼ぶ CFi と DFi を混じってるところですね。いわゆる 3AC とか。 Celsius のところの破綻を注目しています。で、この後に何が起きたかというと、結局こういうレバレッジが全部、あのレバレッジやいろんなこう悪いことが発覚して破綻してしまったところでですね、いろんなクリプトの人たちが、その、イールドやその、の利息を得る、そのシステムから、ウォッシュアウトされてしまいましたね。ただ、それとともに起きているのは、OK、C5 がちょっと危ない。 ちょっと信じられないということで、だんだん DEX、DeFi の,のシステムにトレクションが動いているのが、この次のチャートを見ると分かります。で事件があった時の後からそ、その DEX、DeFi へのシェアがだん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 増加していることが見える、面白いところですね。なので2023年、DeFi がもしかしたらまた新しい局面を。 あの得るかもしれませんし、あとコスト D あたりのところも投資案件が増えるんではないでしょうか。で、今のところですね、あのユニスワップが一番大きいあのその取引所、オンチェーンの取引所、DeFi の取引所になります。 ただ、ここで何を意味しているかというと、ユニスワップってですね、実はトークン自体は、そういうボリュームはあんまりキャプチャできないんですけども、いろんなデクスがいろんなトークンを新しく開発して、ユニスワップよりベタル、マシなトークンを作っていたんですが、なかなかそのユニスワップのマーケッシュは取れないということで、みんながここであの習えることは、ただトークンのエコノミクスがいいからって言って、みんなが動くんではないっていうことが分かります。 で、D5 でですね、D5 を含め金融で今、かなり注目、一番重要なのは、やっぱりこのマーケットからクレディットがなくなってしまったってことですね。まあ、皆さんトレディショナル投資家だということで、まあ、詳しいと思うんですけども、やっぱりクレディット。 誘導性はその金融の世界のまあ血みたいなもんですね。それがなくなるともうシステムが動かない。で、今回、FTX があった後、クレディットが全部なくなってしまったので、まあ、これが戻るのに重要ですけども、戻る時も前よりはもっと厳しい目線でクレディットがあの発行されると思っています。これはいいことですね。だから、クレディットのオンドライディング、あと担保の透明性。 あと、アセットライバリティの管理。こういう3つのところで、だんだんもっと次のクレディットは、もっと厳しく扱われるんではないかなと。でも、それとともにですね、起きることとしているのは、今までディーテールの人があのメインだった DeFi の世界が、もしかしたら機関投資会に移っていくんではないかなと。なぜかというと、お金を貸してあげるのは誰もやりたくないですね、今みたいなところでは。ただ、借りれるところがあれば借りるって意味では、 借りたいいと思いますそういうときに、機関投資家の場合、自分がクレディットが強ければ、お金を借りる要求はあるかもしれない。ということで、だんだんこの手が変わるんではない。d e f i のメインの手が、ディテールからインスティティシュに変わる局面を迎えているんではないですか、考えることであります。 でもうちょっと機関の話を進めますと、Permission DeFi っていうのがだんだん機関投資家の注目を集めています。Permission DeFi っていうのはあの、そもそもクリプトって皆さん思うのは、Permissionless っていって、かなりディーセンシュアイされたことを考えるんですけども、銀行の立場からして、何もかもがディーセンシュアイすることにはいかないと、えー。何もかもその銀行の全部の情報がですね、パブリックになるわけにはいかない。 ということで、permission、いわゆる Centralize と Decentralize d がちょっと合体したハイブリッドモデルが permission ということなんですけども、permissionDeFi が 注目を集めています。そうすると、機関投資家があの超えたい、そのミニマムなコンプライアンスやレギュレータリーあのスタンダードを超えることができて、d i をインジョイできるということですね。今までいろいろテクニカルにイッシュがあって難しかったんですけど、だんだんそれが発展してきて、11月にですね、JP Morgan、あとシンガポールの DBS、日本の SBI がですね、 あの初めての DeFi トランザクションを行うことになりました。ポリゴンと一緒にやりました。えー、あの商品としては、フォーリンエクェンジ、為替とあの政府のボンドをトランザクションしたっていうのはかなりあの意味があるのではないかなと。こういうふうにインスティューションがその DeFi をあの使えるようになったっていうのはかなりあの意味があるところであります。 あとはですね、FTX の一種に後に、皆さん注目しているとこ,ころとはですね、リアワードアセットって言って、こっちのタームでは RWA っていうタームを使うんですけども、DeFi yield って言って、皆さん500%、700%、800%の利息を得たのを覚えてらっしゃいますよね。でも、よくよく考えると、皆さんそれありながらも、これは d o e s n t m a k e s e n s e ってみんな思いながらやってたと思うんですね。それがようやく DeFi がはあの破綻して、 皆さんオッケーこれはもうダメだとじゃあ次は何かというと、イールドがもうちょっとあの本当のイールド、前までのその500%、1000%のイールドっていうのは、ですね皆さんにその会社のコインを上げて、それがあのイールドになってたんですね。ってことは、その会社がもうあのダメになって、クリプトコレンシーがゼロになっちゃうと、もうイールドが急に1000%からゼロになっていくっていう、いわゆるポンチスキームみたいなことになってたんですが。 今は皆さんどこに注目しているかというと、そのイールドがクリプトコレンシーから来るんではなくて、本当のリアワールドのビジネスから来るっていうのはどうですかと。だから、 あの皆さんが見るそのフィンテック会社やそのローンやその金融商品、いわゆる Web3 じゃなくて、トレディッショナな店頭の,金融あの世界であるビジネスから、イールドを DeFi に持ってくるのを今やろうとしているプロジェクトが多いです。そうすると、あのそのイールドはあの本当にちょっとサステイナブルなイールドになりますからね。こうすると、トレディッショナなファイナンスやその金融の機関の投資家もそういうイールドだったらちょっと信じられるっていうことがあ,のあるんではないかなと。今大体 200ミリオンぐらいが入っていて、その中でいろんな会社の中でセンチュリフュージというところが一番リードを示しています。彼らがやっているのはあのリアワールド、まあ、いわゆる皆さんが見ている世界で金融商品やあのあの例としてはインボイスとモーゲージ。 金融商品をトーク内して DeFi に上げて、アーベ e にそれをコラテルとして担保として入れると、そこのお金の代みたいなステーブコインの DeFi のお金を借りることができる。だからかあの借りたい人は Web2 の人たち、でも貸している人は DeFi の Web3 の人たち、で、イールドは Web2 から来るっていうところで、かなり面白いマーケットにこれからなっていくと思います。 えとですね、あとはあのディリバティブですね。ディリバティブがかなり今、あの開発をあの進めている段階なんですけども、今のところは GMX っていうあのアバランチのドベースのディーセンシャル・パペチュショワップ・エクチェンジがかなりリードを示しています。で先ほど申し上げたときに d f i っていうのは FTX で皆さんそのディリバティブをたくさんトレードする人いたんですけども、まあ、それがダメになったことで、じゃあ d f i で ディリバティブをトレードできるかど,どこなのかっていうのが皆さん注目しています。だから FTX がダメ、c i がダメ、d i を探そう、じゃあ誰がいる スポットだったらユニスワップ、ディリバーティブだったら GMX っていうところが今なっているんですけども、まあ、これからここの競争が激しくなるでしょうと。で、最後の DeFi の項目としては、あのステーブコインのアルゴリテミックステーブコインの話をしたいんですけども、ルナが代表的なアルゴリテミックステーブコインを発行してて、あのあの失敗してしまいました。ただ、彼らの失敗が、 このアルゴリズミックステイブコインがもうダメだっていうことは私はそうは思いません。D5 がですね、本当に完全なディーセンシャライズになるためには、今は全部ステイブコインっていうのは中央のところが関係していますけども、いずれ何十年後にはこれが、これが本当に d i が d i になるためには、このアルゴリズミックステイブコインの発展もあのこの業界の人たちは進めるでしょう。 えー、レギュレーションの話に切り替えてみます。これはもう本当に2分で終わるんですけども、FTX があったせいでですねあの、担保に対する透明性の規制が注目されています。これが1つ目。で2番目はですね、 アメリカで一番今ホットだったクリプトのレギュレーションは8月に発行された Digital Community Consumer Protection Act という DCCPA っていうのがあったんですけどもそれはまあアメリカの CFTC っていうところをあのディジタルアセットのメインのレギュレーターにしようっていう話だったんですねただあの残念ながらもこのビールを一番押していたのが FTX のサムだったので、FTX 事件が起きた後に、このビールは残念ながらも今、ストップしている段階であります。で、次はですね、あの時間が少しあるのであの、投資の話をしてみましょう。去年、投資がどういうふうにあったか。 あの数字だけで言うとですね、2022年31ビリオンぐらいの投資がありました。これは2021年の26ビリオンに対してさらに増加しているところです。全体のディールは約2200個ありまして、その中の8ビリオンは NFT とゲーミングの投資でした。えー、ステージとしてはですね、あのオールステージシリーズ A プリシードがですね、約全体のステージの67%を示していると。 で、地域的にはアメリカが950件で、アジアが550件として1位、2位を争っていました。えー、最後にですね、あのー、この今私が7個ぐらい話したところで当てはまらないところの一つとしてはですね、あのー、今だんだんそのクリプトの投資世界っていうのは、インフラの注目してたことがだんだんアプリケーションに、あのー、動いてる段階で、 っていうののが私の目線であります今まではレイヤー1やレイヤー2、その基本のインフラが整ってないとアプリケーションがちゃんと動かないっていうところだって投資がそっちに回ってたんですけども、今のところそのレイヤー1と2はかなりあの発展をしていて、ようやくアプリケーションがもうちょっと自由に自分たちのものを作れる環境になっているんではないかなと。 それが1つ目の理由。2番目の理由はですね、今までずっとトレーディングしかなかった、いわゆる2017年のサイクルでは、スペキュレーション、トレーディングとか、ただお金儲けが100%で、実際の使うユースケースゼロだったと。 で、2020年、21年になって、DeFi って NFT のがあって、少し本当のクリプトカレンシーがどうやって使われるのか見えて、まあ、スペキュレーションが80%、ユースケースが20%。で、今回、このマーケットが落ちた後に次のマーケットは多分、スペキュレーションが60%、ただ、ユースケースがもっと増えて40ぐらいは行くんではないかなと。ってことは、今からそこまで行くのに、いろんな人が多分、ユースケースに注目したものを作り始めると思っています。 えっとですね、まあ、こういうふうに私、あのオーバーラルから BTC、e、ETH、レ a y e 1レ a y e 2ステ a b コイン、n f t d 5レ i レ e g u l a あと投資まで話したんですけども、あのまあ、私が見る2023年、かなりチャレンジングなイヤーになるでしょうと。ただ、まあ、いいところだけを言うとですね、まあ、皆さん悪いっていうの分かっていらっしゃるので、いい意味で言うと、 あの、皆さん28 2008年、リーマンショックがあった時ですね、その日、あの、年が実は Apple の App Store が生まれた年であります。で、2 0十九年、二0九9年はですね、あの、アメリカで有名な Venmo が、あの、実は生まれた。 あの年でありまして、2010年はインスタグラムが生まれた年だったんですね。もちろんこの全部がですね、2020年までは、ね、そんなに人気がなかったかもしれないんですけども、まあ、そういう意味で言うと、あのトレーディングのマーケットいわゆるあの価格のそのマーケットのそのサイクルとこの人がその企業家が物を作るサイクルは。 必ずしも同じくはないんではないかなと。ということは、もし今、そのトレーディングやマーケットが落ち込んでいるマーケットだからといって、開発が落ち込むかっていうのは、逆に私は疑問しできることではないかなと。なので、もし皆さんが起業をしようと考えているっていう意味では、私はとても悪くない年だと思いますし、皆さんがオーリーステージの BC の投資家であっても、今みたいに価格が90%ディスカウントされて、お金を出す人がまあ少ないときに、 この未来の Apple、未来の Instagram、未来の BEM を作る人たちに投資するチャンスは逆に2023年に多いんではないかなというふうに思って、この最後の Chris Dixon ていう A16Z の人のチャートをシェアして、あの今日は終わらさせていただきます。ありがとうございました。はい、えー、ステ e v e さん、本当にお時間ありがとうございました。えー、とても勉強になりましたし、まあ、やっぱりなかなか。 あの、普段ニュースとか見てるだけで分からない情報もあったので、本当に助かりました。ありがとうございます。ちょっと2点だけ質問いいですかすいません。えっと、まず1点目なんですけど、あの、ステーブルコイン、本当にいろんなプロトコール、プロジェクトから出ていると思うんですが、結構やっぱりそれがちょっと多いというか、あのー、乱立混合してくる可能性もあ,あるのかな、なんていうふうに思っていて、やっぱりあまり多すぎたりすると流動性も あのそういったところに集まんなかったりするんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかそのあたりの心配というか、あの、ステーブルコインがいっぱい出てくることについては、どういうふうにお考えですかえっと、もちろんたくさん出てくると、誘導性があの一つにこうまとまらないから良くないっていうのは、まずそうですね。うん、で、ただ2番目は、 あのマーケット自体がずっと大きくなっていく状態なので、まあ、もちろん限られたお金の中でステーブコインをやろうとすると、そうですけども、まあ、クリプトっていうのがあのだんだん大きくなっていくっていう状態では、まだステーブコインいろいろあってもいいんではないかなっていうのが2番目。で、3番目は、やっぱり先ほど申し上げたときに、まだその、 一つのステーブコインが全部に使われるっていうよりはですね、そのアプリケーションに実は一番当てはまるユーザーエクスペリエンスを提供するステーブコインが実はもっと現れてもいいんではないかなと。で、アベの場合はそういう意味で自分たちのネイティブを作って、よりアベの人のコミュニティを強く、自分たちのコミュニティを強くビルドアップするっていう意味では、 アベ、まあのシステムに入ると、これを使えれば、アベのこれもできて、レンズも使えて、これもできて、できてっていうふうに、まあ、そういうアプローチをやろうとしてるんではないかなと思っています。ただ、その大きい目で言うと、その USDT、USDC、BUSD っていうのが、いろいろ規制の問題もある可能性も高くですね。まあ、そこの戦い,戦いっていうか、そこのリスクがあるので、まあ、そこはちゃんとリスクを見ながら考えるべきだと思っています。ありがとうございます。もう一つ。 あの、DeFi のところの話だったと思うんですけど、あの、パーミッション DeFi というところで、ちょっと、あの、ディセントラライゼーションというところが薄まるような、まあ、コンセプトも少し入ってきたと思うんですけど、まあ、この規制が今後どんどんつかまあの高まっていく、厳しくなっていく中で、その分散化とかディセントラライゼーションの重要性みたいなものっていうのは、あの、皆さんどういうふうに考えるのかなっていうふうに、ちょっと疑問には思ったんですけど、 どう思われますかあも,う一もう一度簡単に説明していただけますか。そういうのがあるんだけども、あるんだけど、えっと、そのマーケット全体というか、そこをどれだけ今後重要視していくのかということですかね。例えば。ああ、わかりました。 かなり重要だと思っています。それはですね、ディフ f i っていうのはまだファイナンスのマーケットに比べるとかなりちっちゃいと。良、うん、くも悪くも、これが大きくいくためには、クリプトの人だけ、リテールの人だけでは絶対これは大きくなれないと。それ、機関投資家が入ってこないとだめですと。ただ、機関投資家 DeFi の D が気になるので、そこの D のところを少しずつ味わいながら入ってこないと、か最初から完全に D。うん なるのは不可能ですと。なので、まあ、インシューションの人たちが、まあ、クリプトの味を味わえるのを少しずつ始めるためには、こうパーミッションリスは必ず必要ですし、そうじゃないと、多分機関投資家は入れないというところで重要だと思っています。はい。ありがとうございます。すみません。ちょっと長い時間、お時間いただき、ありがとうございました。えっと、またあの、今後もぜひ、えー、こういった機会いただけると大変嬉しいです。<laughs> はい。 読んでください。<laughs> はい、ありがとうございました。また、今後もスティーブさんのご活躍も、えー、期待してますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あり,いありがとうございました。